冗談のような本当の雑学15。新しいことや不思議なことを知ったりするとなんだか嬉しいですよね。でも不思議は私たちの周りに常にあるというのに意識を向けるのはなかなか難しいものですよ。鳩が歩くとき頭をぴょこぴょこ動かすのはなんで？ティラノサウルスの子孫が現代に生きているってご存知ですか？ここでは一見冗談のように見える15の雑学をご紹介します。知れば知るほど冗談なんかじゃないってことが分かってきますよ。1、アジア人は牛乳が消化できない。アジア人の中で一番多いのは中国人です。彼らを中心にアジアの人は牛乳や乳製品を消化することができません。これは乳糖不耐症と呼ばれるものです。でもどうしてアジアの人だけがこうなっているのでしょう？ヨーロッパの人は？この疑問を解決するにはまず人が哺乳類で唯一母親以外の乳を飲む動物だっていうことを知るところから始めましょう。他のすべての哺乳類はある程度成長してしまえばもう乳を飲むことはありません。ですからむしろ大人の哺乳類は乳糖不耐症を持っているはずなんですね。生まれてすぐの哺乳類の赤ちゃんは体で乳糖を消化する酵素を作りますが、しばらくするとその酵素を作らなくなります。でも1万2000年前頃から人の中に乳幼児の時期を過ぎても乳糖を消化する仕組みを持つものが現れました。ここでのポイントは、赤道に近いところで暮らしていた人はビタミン D を作り出すだけの日光を浴びることができていたということ。この働きで他の食物からカルシウムを得ていたんですね。日照時間に恵まれないヨーロッパの人々は牛乳なくして栄養を補給することができなかったんです。ですからミルクシェイクを飲んでも平気な人がいることの方がむしろ不思議なのかもしれませんね。生き物の進化の結果なんです。 2. 鳩が頭を動かして歩くのは目に映る像を補正するため。実はこの鳩たち頭をピコピコ動かすのは歩いている時だけなんです。立ち止まっている時や飛んでいる時には頭は動かしません。物を視覚で捉える仕組みは、対象物を感知した目がその信号を脳へ送ることで認知されます。脳が信号を画像として認識するのにはタイムラグがあります。ですから動き回っている間に見える画像は不安定で、本来はぼやけて見えるはずなんです。例えば人はこの時目の動きで補正します。これではっきりとした画像が見えるんですね。この目の動きは無意識なもの、自分ではなかなか気づきません。鳩も同じように画像を補正するのですが、彼らが使うのはしなやかな首。つまり彼らがこうしている時はあなたの手にあるパンをよく見て狙っている時なのかも。 3.1% の人は他人の痛みを自分の痛みとして感じる。痛いのは嫌、もちろんそうですよね。でも痛みってそもそも何でしょう？実は痛みは体に起こる危険を脳が教えてくれているという防御反応なのです。ですから他人が傷つくのを見て痛みを感じる人も世の中には当然いるわけなんです。この現象について知っておくべきことは2つ。第一に、これはミラータッチ共感覚と呼ばれる 1.6% の人しか持っていない非常に珍しい能力だということ。第二に、この能力を持っている人は自分が受けたことのある痛みにだけ反応します。例えば骨折をした経験がない人はその痛みが分かりませんよね。でも指を切ったりといった痛みには反応してしまうはずですね。この人たちがアクション映画や格闘ゲームを楽しむのはちょっと大変かも。 4. 患者が腎臓移植を受けるとき元の腎臓はそのままにする。腎臓移植は一大手術です。高度な技術も必要ですし、患者の体の負担も大きくなります。臓器を入れるのがそれだけ大変なら、取り出すのも当然同じくらい大変なはずですよね。その行為にはあらゆる負担とリスクがつきまといます。ですから患者のリスクを増やさないためにも元の腎臓は取り出さずにそのままにするんです。
腎臓の摘出が必要なのは、その腎臓に腫瘍があるなどの理由で、体に害があると判断された時だけなんです。5、スコットランドには軍階級を持ったペンギンがいる。ペンギンは勇敢だから勲章がもらえた？そういうわけではありません。1961年にノルウェーのニリス・エゲリエン中尉がエジンバラ動物園を訪れた際、あるペンギンを大層気に入ったといいます。その後、彼はそのペンギンをマスコットとして採用し、軍の階級も与えました。面白いのはこのペンギン。ノルウェー陸軍近衛部隊がこの動物園を訪れるたびに昇進したということ。残念ながらこのペンギンはもう亡くなってしまいましたが、現在は彼の後を継いだニルス・オーラブ3世によって任務は続行中なのだとか。2016年8月22日、ニリスはなんと准将に昇格したそうですよ。6、スイスではモルモット1匹だけをペットとして飼うのは違法。モルモットは友達といるのが大好きな動物。その分一人でいるときはとっても寂しいんです。だからといって猫と一緒に飼うのはあまりいい考えじゃなさそうですけどね。大事なモルモットとスイスへ移住しようという人はお友達もちゃんと連れて行ってあげてください。スイスではモルモットを一匹だけ飼うことが違法とされているんです。寂しいモルモットはすぐに死んでしまうということが研究でも知られており、スイスはその保護のための法律を制定したんですね。でも気をつけて。モルモットは誰と暮らすかということに関しては結構わがまま。年寄りのモルモットのために若いモルモットを連れてくると、うるさくてかなわんとばかりにそっぽを向いてしまいます。なんだか人間に似てますね。7、双子の父親がそれぞれ違うということはあり得る。過妊娠と呼ばれる現象において、双子の父親が異なる場合があるんです。精子が女性の体の中で生存できる長さは5日。ですから、女性が排卵前に数日程度の間隔で違う相手と性交渉をすると、異なる精子が2つの異なる卵子を受精させる可能性があるんです。もちろんこれが起きる確率は非常に低いですが、でも起こらないというわけではありません。もちろんこの例は統計的にはほとんど報告されていません。そりゃそういうことを知るためにわざわざ自分の子供を調べて結果を公表する人はそういませんよね。でも現在では10組の双子がそれぞれ違う父親を持っているとされています。うち1組はポーランド、1組はスペイン、2組はアメリカ、そしてもう2組はインドです。8、怒った顔のように見えるカニがいる。平家ガニと呼ばれるカニの甲羅はまるで怒った人のような顔に見えます。横歩きしかできなくて不満なんじゃありませんよ。これには侍の最後にまつわる伝説があるのです。あ、ラスト侍みたいですね。名前の通り平家ガニは壇の浦の戦いで水に沈んだ平家の怨霊が乗り移ったカニと言われているんです。あんまり怒らせると耳を取られちゃうかも。あれ、この話ってなんだっけ。知ってる人は評価ボタンを。9、青い目を持つ人は陶器の発明より後に生まれた。昔からいたような気がしてしまいますけど、青い目を持つ人が現れたのは割と最近、6000から1万年前に遺伝子の突然変異で生まれたと言われています。もともと全ての人間は茶色の目をしていたのですが、特定の遺伝子の変化によって現在では青い目を持つ人がいるんですね。一方、陶器は約2万年前に中国で発明されたと言われています。しかも最古の陶器の破片がその時代から見つかっているというだけなので、もっと前から存在していたかもしれません。10、指を紙で切った傷は他の切り傷よりももっと痛い。紙で切った方が痛い気がしてませんでしたか？実はそうなんです。その理由はシンプル。紙で切った傷は深くなりにくいため血液があまり出ません。これにより傷ついた神経が外気にさらされたままになってしまうんです。血がもっと出ればかさぶたに守られるようになるので痛くありません。ですから紙で指を切ってしまって泣いている子がいても理解してあげてくださいね。だって痛いんですもん。11、蜂は他の蜂を刺すことがある。蜂の世界には兵隊がいます。ですから
よそ者が巣の中に入ろうとしたら、兵隊蜂が特殊なフェロモンを出し、その他の蜂が侵入者を攻撃します。彼らはよそ者を匂いで見分けるため、蜂がたとえ変装できたとしても通用しません。誰が誰だか、彼らはちゃんと分かっているんですね。12。ティラノサウルスに最も近い子孫は、ニワトリ。運よく骨を掘り出した考古学者は、何百万年も前に生きていた動物について思いを馳せます。彼らがティラノサウルスの骨を研究した結果、それに最も近い直径の子孫は、ニワトリだということが分かりました。これは、骨の中のタンパク質を分析した結果、その類似性が分かったのだとか、このことが鳥類が恐竜から進化したという考えをより現実的にしたのです。13。体毛の濃さと頭の良さには相関関係がある。アメリカの心理学者の研究によると、体毛の量が知能に影響を与えることが分かりました。多くの場合、ムラ毛が濃い人は知能も高いとされています。ただ、この研究者によれば、この法則が当てはまるのは、あくまでも男性の場合。ってことは、髭を剃るとバカになるんですかね？皆さんはどう思います？コメント欄で教えてくださいね。14。喉仏は女性にもある。男性ばかりが持っているわけじゃないんですね。これ本当なんですよ。これは女性にも存在してるんです。ただ、男性ホルモンの働きが少ないので、見えづらい、というだけ。15。コロンビアには5色の川が流れている。キャノクリスタレスと呼ばれるこの川、世界で最も美しいとされる川です。7月から11月にかけて、この川は5色になります。同時に、黄色、緑、青、黒、そして赤。なんとビューティフル。最も印象の強い赤色は、希少な赤い植物によってもたらされます。また、岩や藻、砂がその他の色を演出します。次の夏休みの旅行はここで決まりですね。さあ皆さんは、冗談のような本当の話、何か知ってますか？コメント欄で教えてくださいね。面白いことはぜひお友達にも教えてあげて、動画をシェアしてくださいね。動画の評価とブライトサイドのチャンネル登録もお忘れなく。